今日は、人気のドット柄ネイルとコーラルカラー、そして 3D のお花ネイルをしていきます。使う道具はこんな感じです。この3本にデザインをしていくんですが、ベースを塗って下準備をしてある状態なので、カラーから塗っていきます。人差し指はドット柄、中指はコーラルカラー、で薬指に 3D のお花をやっていきます。では、ドット柄にする人差し指に、柔らかい白を塗っていきます。動かします。地が透けるぐらいの、感じがいいので、透明感を出したいので一度塗りで終わります。で次に中指にコーラルカラーを塗っていきます。でコーラルカラーは 今回、この2色を使って、こんな感じのカラーを作りました。これを塗っていきます。これは2度塗りをしっかりしてください。動かします。はい、では人差し指のドット柄なんですが、黒の、ホロを使ってドット柄にしていきたいので、まず全体に薄くクリアジェルを塗っていきます。ドットを置いていきます。ランダムに置いても大丈夫ですが、私は定まった感じで置いていきます。動かします。はい、では次にコーラルの指に、根元にラメを散らして、ラメのちょっとグラデーションみたいな感じにしていきます。根元にラメを線のように置いていただいて、下にさっさとグラデーションになるように伸ばしていきます。しっかりと、根元にラメがあった方が綺麗なので、根元にはしっかりラメを入れてください。
はい、硬化します。次に、ドット柄の指にストーンを入れていきます。ストーンを置きたいところにクリアジェルを塗ります。今回使っていくストーンはパールとスタッツを使っていくんですが、その中に今人気の押し花もちょっと紛れ込ませていこうと思います。まず押し花を入れていきます。色を出していきたいので、できるだけ濃いめのところを選んでください。こんな感じにまず散らすように置いてもらって、パールとスタッツを入れ込んでいきます。はい、こんな感じで置いていきます。硬化します。これであと薬指に 3D のお花を作っていくんですが、ここで一旦トップジェルで、仕上げていきます。では未硬化ジェルを拭き取って形を整えてしまいます。では薬指に 3D のお花を作っていきます。今回は真っ白のお花にしていきます。大きめのお花にしていくので、
反対側にも同じようにやります。で横側です。まずこんな感じで4枚の花びらを作ってもらって、あとはこの間に花びらをさらに入れて込んでいきます。はい、こんな感じでお花を作ります。で次に真ん中にストーンを入れ込んでいきます。で使うストーンはここのドット柄の指にも入れ込んだ、ピンクとブルーとあとは黄色を入れていきたいと思います。こんな感じです。硬化します。では最後にツヤ出しのトップコートでコーティングしていきます。感じで完成です。